ベテューヌはフランス、オードフランス地域圏、パイコールドカレー圏のコミューン。ラシテドビュリダンという別名を持ち、2011年の地域圏文化都市に選ばれている。旧市街砂岩の丘の標高42メートルほどの突端にコミューンはある。北の低ベテューヌ地方からリス平野が広がる。ベテューヌ周囲はかつて湿地であったが、徐々に 園芸農業や農業で干拓されていった。人の定住の記録は6世紀から7世紀に遡る。8世紀にはビツニアの名が記され、1131年にはベツンと呼ばれていた。古言について確かなことは不明である。ベティムというゲルマン語の男性名から派生したのではないかという説がある。現在の綴りの一部、サンという名はパイコールドカレーでよく見られるもので、 サクソン語由来である。502年頃、アラス司教、バーストが、ローグ川とブランシュ川、二つの川が合流する岸辺に、祝福された諸女マリアへ捧げる教会を建てた。ベティウヌの荘園が初めて触れられたのは940年で、ある。この荘園は、かつてあった、アトレバティス人たちの都市の北西にあった。アルグルフ一世時代に、フランドル伯領となり、14世紀まで、 その支配を受けた。百年戦争中、必要に武装したフランドル軍勢から攻撃されたベティーヌの人々は、許しを受けて、防衛と監獄利用のため首楼を建設した。最初は木造であったため焼け落ちたが、1388年にサガンで再建された。1500年、当時、ベティーヌは、スペイン支配下にあり、神聖ローマ皇帝カある五世は、 都市の防衛を強化して、セーバースト教会を堅固な壁で覆った。この頃のベティーヌは、穀物輸出と織物産業で目覚ましく繁栄していた。その後フランス王国へ復帰するものの、1645年に、サイドスペインに攻められ降伏した。ボーバンが指揮して、サイド都市防衛が強化された。1710年、オランダ率いる同盟軍がベティーヌを攻撃。 三年近く放置し続けた。ありがとうございます。